新型コロナウイルス感染症の世界的流行。アジアにおける新型コロナウイルス感染症の流行。日本における新型コロナウイルス感染症の流行。大阪府における新型コロナウイルス感染症の流行。大阪府における2019年。コロナウイルス感染症の流行では、日本における新型コロナウイルス感染症の流行の、うち、大阪府内での流行についてもべる。 大阪府内で初めて患者が確認されたのは2020年1月29日であった。感染の拡大を抑えるため、大阪府の吉村博文知事は3月19日に緊急の記者会見で、春分の日からの3連休中、大阪府と兵庫県の間の往来を自粛するよう求めた。2021年7月4日、現在、 府内で確認されている感染者は10万3850人で、そのうち2680人の死亡及び9万9147人の回復が確認されている。外出自粛のため換算とした、2020年4月7日昼の大阪駅北口1月1月29日、1月12日から1月17日にかけて、湖北省武漢市からの団体旅行客を乗せた。 ツアーバスにガイドとして転場した大阪府在住の40代女性が大阪府内で初めての新型コロナウイルス感染症患者と確認された。この患者は発熱があったため1月20日と1月21日に府外の医療機関を受診し1月22日と1月23日にも府内の医療機関を受診して呼吸器症状と肺炎の所見が見られたため 同23日に入院した。1月29日に検査結果が陽性と判明したが、症状は改善して咳のみとなり、容体が回復したため、2月1日に退院した。2月1月29日の陽性確認後に回復して、退院し、2月6日に受けた任意検査でも陰性だった40代のバスガイドの女性について、2月26日、再び陽性になったことが発表された。 2月19日に喉の違和感と胸の痛みを訴え、入院していた医療機関を再受診していた。大阪府によると、再感染したか潜伏していたウイルスが活発化した可能性があると見られている。3月3月19日、大阪府の吉村博文知事は緊急の記者会見を開き、春分の日からの3連休中、大阪府と兵庫県の間の往来を自粛するよう、 求めた。3月26日、阪神タイガース所属の藤波慎太郎、伊藤早田、長坂健和るが府内の病院で PCR 検査を受けた結果、陽性反応が出たと球団側は発表した。4月4月1日、セレッソ、大阪所属の長石匠が府内の病院で PCR 検査を受けた結果、陽性反応が出たとクラブ側は発表した。四月七日、 大阪府はじめ7都府県に5月6日までの緊急事態宣言が発令された。5月5月5日、政府による緊急事態宣言延長に伴い吉村博文知事が大阪府独自の休業要請解除条件を明記した大阪モデルを発表。主な自粛緩和の基準として、新規感染者の内感染経路不明者が10人未満、PCR 検査において、 コロナ陽性率が7%未満、重症患者用の病床使用率が60%未満という3つの条件を7日連続で達成した場合、大阪府内の自粛要請を慎重に経過観察しつつ段階的に解除すると発表した。5月14日、上記の条件を7日連続達成に伴い同日夜に対策本部会議を開き、16日午前0時から、 クラスターが確認された業種、施設、類似の業種、施設を除き大幅な休業要請解除を発表した。5月21日、政府は大阪、京都、兵庫の関西2府1県で緊急事態宣言を解除した。7月7月22日、121人の感染が確認された。1日あたりの感染者は初めて100人を超えた。 9月9月19日、大阪府内の累計感染者数が1万人を超えた。12月12月11日、大阪市の松井一郎市長は、新型コロナウイルス感染症患者の病床を新設する医療機関に対して、一床あたり1000万円の協力金を支給すると発表した。1月1月13日、大阪府を含めた7府県を14日より2月7日まで、 緊急事態宣言の対象地域に追加することを決定。2月2月2日、大阪府を含めた10都府県で緊急事態宣言を3月7日まで延長すると決定した。大阪府の策定した緊急事態宣言の解除を要請するための基準は2月8日達成したが、感染症対策の専門家や医療関係者は緩和を急ごうとする知事に対して強く反発した。 2月23日、緊急事態宣言の先行解除を政府に要請した。2月28日、この日を最後に、大阪府を含む6府県の緊急事態宣言が先行解除された。4月4月1日、政府は同月5日から1ヶ月間、大阪市を対象にまん延防止等重点措置を適用することを決定した。4月13日、 1099人の感染が確認され、1日の感染者が初めて1000人を超えた。さらにその後18日まで6日連続で、新規感染者が1000人を超えた。4月14日時点で、重症者は239人となり、府が確保していた224床を上回った。重症者の一部は、重症病床に移れず、軽症、中等症の病床で治療せざるを得なくなった。 大阪府は中等症患者を受け入れる大規模病院に対して患者が重症化しても転院させずに治療を続けることを要請している。4月18日、吉村知事は緊急事態宣言の要請を決断し、西村大臣に伝えた。4月25日、大阪府を含む4都府県に緊急事態宣言が発令された。6月6月2日、 大阪府内の累計感染者数が10万人を超えた。このうち本数は3月以降に流行した第4波による感染者であった。2020年2月16日に大阪市宮古島区のライブハウス大阪京橋ライブハウスアークで2月19日と2月23日に大阪市北区のライブハウスソープオペラクラシックスウメダーでそれぞれ行われたコンサートに参加した。 観客計重数名の感染が確認された。これらのコンサートの観客からは、京都府、東京都、熊本県でも感染が確認されている。これまで、前日16時から当日16時までに判明した分を18時に発表していたが、この日から前日に判明した分を18時に発表するように変更した。そのため、 この日のデータは11月15日16時以降24時までに把握した分となっている。この日、これまで23件の重複及び49件の形状漏れがあったとして統計が修正された。この日、これまでに2件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに3件の重複があったとして統計が修正された。この日、 これまでに3件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに5件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに3件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに2件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに1件の取り下げがあったとして統計が修正された。この日、 これまでに2件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに1件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに2件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに4件の重複があったとして統計が修正された。この日、これまでに6件の重複があったとして統計が修正された。ありがとうございます。